私あの今いろいろですね私も最近興味持っちゃって前だったら絶対読まなかったよねこれはあの安住明子さんに勧めていただいた本であの昭和天皇最後の侍従日記ってね小林さんという方がね、えー、最後の侍従親だったんですねですっごくこれ要するにこの人の日記の中の お昭和天皇とかね、昭和天皇、あの皇純皇后とか、もう身近に関係あることをね、えー、よって書いてあるもんでね、私、えー、的なことは抜いてあるんだけど、これすごく面白い、ただのメモなんですけど、あのー、すごく面白くて、ちょっとしたことでも、すごく、例えば昭和天皇がお気に入りされてですね、侍、あ、従、のー、や、あるいはですね、時には長官とも話したりしてですね、対策どうしようかと。 しょっちゅうですね、外で言われてることも、あのー、常時ご自身でも気を配ってね、あ、これはこうした方がいいのかな、ああした方に。昭和天皇ですらそうなんですよ。だから本来ですね、これだけこうですね、ネットも含めてですね、なんか、あれですよね、皆さんもお気づきだと思うけど、カピバラバーベキュー問題が出てからですね、えー、行動されてもニュースにね、自分の行動載っけなくなりましたよね、エミア殿下ね。で、ちょっとでもなんかで乗るとね、 あのー、コメント欄があのカピバラバーベキューの話でこういっぱいになっちゃうわけですよ。これは苦しいですね。うん、まあ自分がやったことはしょうがないけどね、うん、だ,だから本来こういうことは気にしてるし、えー、971章でもね、あのー、相談してるはずだとは思うんだけれどもどうもやってんのかなと思うんですけどこれでもねこの本でね実はすごいこと見つけちゃったんですよ。あのー これまあ、つら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 ね、あのー、見てんだけどね。どこだったかなちょっとね、やばい、やばいもんが出てきちゃったんだよね。うん。やばいものが出てきてたんだよな、これな。もうないかないやー、やっぱりなっていうのが出てきて、 結構、ね、面白いのね、あのー、日常陸宮殿下がね、こうこう遊びに来た時にですね、あのー、実は常陸宮殿下もどうも動物がお好きなようで、えー、これ、昭和のね、53年の話だと、52年の話だと思いますが、あのチンチラを買いだったんですね。チンチラっていうのは南米アンデスのです、ね、原産のリストウサギのね、あいの子みたいなものなんですって。これの子供が 自分の時代を生まれて可愛いからって言ってね、片手の平に乗るくらいの大きさなんで、昭和天皇に見せに来たって言うんですよね。そんなような、なんか心温まるような動物をめぐるような、あの、話もあるんだけど、なんとですね、そういう中で庭園で、もう、あんまり詳しく言えないんですよ。あんまり詳しく言えないんだけど、庭園で皇后陛下、昭和天皇の お皇后陛下ですか皇純皇后ですね。皇純皇后がこう、あった。あった。昭和54年の6月1日の金曜日の日記に載ってるんですね。えー、昭和54年っていうと1979年ですね。で、こうですよ。これ実はメンバー、メンバーシップの動画に関係あることなんで、読むだけにしますね。 6月1日金曜日、夕ご夕食前に皇后さまが血の乾かない頸部の肉の露出した生地らしい鳥の足をお持ちになって御座,座所にお呼びになった。お上から何の鳥か調べるようにとの仰せでお預かりして三郎所に帰り、津、えー、高度に明日庭園に聞くようにって新聞紙に包んでもらった。頭部も内臓部分もなく頸部だけあるひどいものだった。 これメンバーシップご覧になった方わかりますよね、うん、これ1979年です。で、あのメンバーシップの中で行ったことがありますよね。でこの頃、エーミア殿下何歳でしょうかね綾宮さですけどね。うん、い,いろいろおやばいこ現象が起きてるっていうことが、こう,こういうものをの読んでいくと、 結構散らばってるみたいで、今日さっき言ったね、えー、刺さらないニュースさんもね、その江森さんの本の中でいろいろ拾ったわけですよね。だから結構、これは、あれですね、カピバラ問題とか、ピラルク問題とかはね、バンと来るとですね、でしかもそれを出してからですね、実はあのー、私が言ったように、いろんなあですね、内部リーク、切らしちゃったんですよ。 これ,もこれも内部リークですよ。これも内部リークだよね。いやー、だこれはまずいですね。だから、今まではね、例えば、エムさんがね、ちょっとおかしいんじゃないのと、エムさんのおかしさそういうおかしちょっとおかしいよね、あの人、普通と違うことをやるよね。まあ、KK 息子とかね、KK 母がおかしいって話から始まってるわけですよ。我々はね。でも、それをこう、可愛いに変わってですよ。 あの、民事の争いにまでですよ、あのー、皇族にも関わらず介入して、結局もう間違いなく自分の方の腹、腹を、てか自腹でですね、あのー、解決金をね、えー、義理の母の元婚約者に払ってね、で、アメリカ行ったと、いうことは間違いないんですけどね。あのー、なんでこんなね、 倫理観おかしくなっちゃってんの。これ、子供の頃かとかに遡っていろいろりましたよね。で、まあ、あエムさんはこんな風うに育ったのは、やっぱり、えー、自由だ、自由だと言いつつね、特権は、特権だけは話さないようなね、そういう暮らしぶりにね、気にしてんだろうなっていうところまでだったんですよ。でも、どうもね、これ価値観おかしいと。うん。まあ、実際、実力者として、この間のことにね、 あのさあの支え、い、まあ、わば実力者として采配を振るってお金も出して、えー、971丁にも物申して、言うことを聞かして、この江子氏のです、ね、皇族ではもう極めてまれなですよ、これはエイミア殿下のお言葉を,を借りれば、もう例のないですね、えー、非常に残念な形のです、ねえー、結婚になってしまったということは、やっぱりね、それを無理,無理を示唆したのはあ、上皇后ですよ、はっきり言って。 えー、これはもう間違いないんだよ。うん。あのー、971兆3位を動かしたり、そんなことはエイミアにも、エイミアにもできないことをいろいろ動かしてると。フォーダムだってそうだ。フォーダム代にあの彼が入ってることもそうだと。だから、あのー、自分は関係ないような顔をしてるけども、実際いろいろあると。うん。だから、エイミア殿下がなんかね、采配を振るってですね、あれをしてこれをして、こうやって助けてくれって言ってるわけじゃないのわかってる。でもね、じゃあ、この、 まあ、その後にまたですよ、あ,のーえーまあ、あえて今日はエッジ殿下にしましょう、エッジ殿下はあの学校の進学をめぐって、あるいは学校進学してからのいろんなことをね、それからこの間、私どももやっぱおかしなことが次々に起こるから、おかしいことないがないかって言って、ねえー、掘っていったらです、ね、通報もいただいて調べたら、ああっていうような、ちょっと人が死んでるような事件に関わることがトンボ,トンボの関係ですよね、赤トンボ、赤トンボなんとか事件ですよね。 こんな異常なことばっかり起きんのはね、やっぱり親としてなんかおかしいんじゃないか、自分自身の育たちがと思ったら、案の定、エーミア殿下はやっぱりこういうね、あのー、人としての道をね、外しかねないようなことをですね、おやりになってると。で、生育歴の中でもちょっといろいろ問題があると。いうことが、いろんな、 例えば断片的なね、こういうものにも載ってるですね、断片的なものと今起きてることと合わせると出てくるんですね。ですから、本当にね、これね、あの、いいですよ。いや、実はもう私自信持ってやってんだよ、これね。言うべきことはもう政府には言ったから。うん。でね、あの、あとは、本当にね、 まあ私は今、基本的には一市民ですよ。皆さんよりは、あのー、仕事の経、経、歴がね、経歴だから、あのー、皆さんの知らないことは知ってる面はあると思うんですよ。あると思うんだけどね。でもやれることはやってきてると思うし、あとはだからね、あのー、皆さん、あの、これはあの、私が確信してるんだけど、本当に皇室の問題をね、最終的に決めていくような力を持ってるのは我々国民なんです。これね、 この本もし買って読むんだったらね、あのー、これね、昭和天皇最後の自重日記、本当にね、4行だけなの。何ページか教えてあげるから。もう教えてあげるから。これはね、昭和54年の文なのね、第2章にあってね、99ページで、99だから、覚えやすいからね。あのー、たまにこれ、本屋で本当に初夏にこれ、中古、あ、文春新書だからね、文春新書ありますから、比較的新しい本だと思う。でね、 6月1日なんです。昭和54年のね。6月1日の金曜日ね。夕、夕、あの、ご夕飯前に、夕、夕ってのはね、夕方の夕ね。ご夕食前に皇后様が血の乾かない頸部の肉の露出したジらしい鳥の、なぜか足なんだよね。鳥の足をお持ちになって、っていうのは、ばらけてると思うんだよね、これ。鶏部の肉の露出したジらしい鳥の足をお持ちになって、足をこう持ったのかな。えー、ご座所に、えーえー、お呼びになった。 お神から何の鳥か調べるようにとの仰せで、お預かりして、えー、これ、サブローチだと思うんだよね。あの、こう、こうって書くんだよね。適当のこうとに帰り、えつこうに、えー、使える人ね、つこうに、明日、庭園に聞くように行って、新聞紙に包んでもらった。頭部も内臓もなく、頸部だけあるひどいものだった。頭取れてるんだね、これね。あと内臓も取られてるってことだね。うん。だから、 まあ、カラスにやられたのかもしれないけどちょっと変だよね。変すぎますね。うん、キジって結構でかいんで、うん、カラスとは結構ね、やり合ったら、まあ、口がちっちゃいから、くちばしは強いから、カラスの方が強いんだけど、キジをこうやっちゃうっての聞いうの話と符合しますよね。うんうん、これ本当に 一か所でも出てくるこれはもうちょっとね血の気が引いた<う>、うん、ええ宮家にペットとか子供とか連れてきたくないよねうんで飼ってるものがちょっと変じゃんそう変なものばっかりまだヌートリアとかさマ,ラマーラとかさカピバラでねあのヌートリアかなんかに餌やってるのが絵になったかな確かあの映,像映像で見たんだわこの間であれ写真にも起こしてる人いたけどね あのちょっとほらカッパラと比べると首が細いやついいじゃん、うん、でも普通の犬猫は飼わないんだね犬,犬,犬いたのは<う>だから犬,犬いたのにどっか行っちゃったじゃんそうで普通犬飼ってたら、うん、いっぱい見せるじゃないですかね見せる見せる、うん、で,どんどんで今日ねさっきねああの刺さらないニュースさん見てね思い出したのねあそうだ本載ってたと思ったのはオオトカゲって死んじゃったのねやっぱり。 死んじゃって自分で剥製作ったって、えー、病気になる、うん、自分で剥製にしたんだってそういう少し病気的な趣味があるんでしょうかね剥製、うん、ねやけにこだわるよね、うん、であのー、見せてもらったさあの誰かどっかのさあの町長かな市長かな市長か町長が、あのー、待ち合わせて待ってる間合いの場所にさ2つさ 50全長5 0ンチの大貝の白星があったも、ね、自分で作ったのかね。で、前、なんか宮内庁かなんかのあの発表に、エッチ君も解剖に興味があるとか、ああ、それは聞いたことある。うん、ありましたよ。これだけは親子の共通の趣味かいいや、ばっ言わせたのかもしれないけど、理系男子はアピールするのに。うん なんかね解剖の話はね、エムコさんの話がどっか載った覚えがあるんだけど。えっ、うん、えっちくんが最近興味あるみたいな、どっかで読みましたよ。うん、あ、ねや。うん、で、その侍従長の日記も14歳の時じゃないですか。榊<う>原と一緒、うん。でね、いや、あのー。この頃って危ない兆候が出やすい年代なんですよ。うん 出やすいし私がすごい気持ち悪くて嫌だなと思ったのが、うん、あの小学生の時にトンボの工作したでしょ、うん、であの羽がすごいリアルで、うん、あの本当のトンボの羽をつけたんじゃないかって言われてたあれはあれは誰かが大人が作ったのに決まってるんだけど、うん、ああいうのもなんかそういうものに通じる感じで気持ち悪くてあまりにもなんかリアルっていうのはさ解剖学的なものがあるからね あの物の構造を知るっていうんでバラすわけでしょ。ででもね、うん、あの小学生が生き物を解体して、うん、その一部を作品にするとか、うん、それが普通にね通じちゃいあの縁起けってすごい嫌だ。うん